もう奇跡です。ここまで来てたら最後の5番目、こちらはもうね、誰もが思ってることで口に出せないことがあると思うんですけど、これははっきりと言わせてもらいます。靴磨き選手権で足らないところというか、足らない部分言いますよ。一言、たった一言、もうここに書いてあります。今回はいきます。5番目、でん、オナーです。これはね、ちょっと過剰に書きました。まあ女性ですよ、女性、女って書くと目立つかなと思って書いたんですけど、まあこの言い方は良くないですね。女性ですね。女性のやっぱりいないその会場っていうか会ってあんまりなんか華やかじゃないっていうか、だってまあ基本的に男性が多くなっちゃうのはしょうがないと思うんですけど、まあそこで女性がいたりすると、まあさっきも言ったんですけど、靴だけじゃなくてもいいと思うんですよ。まあ新しい人を取り込むためには靴は別にあれだけど、女性のそのアイドル的な人がいるといいなっていう。前回も参加した時に女性のね、出場者の方がいましたけど、やっぱりそれだけでもなんか会場が、その、ちょっと華やかになるっていうか、その、あまりこういう言葉はいいかもしれないですけど、こう一点っていうんですが、こう一点、やっぱり女性の方はどういう風な、志なのかなって、興味も湧くと思いますし、で、すっごいお世話になったボランティアの方も、確か女性の方いなかったのかな。なので、なんか女性のスタッフさんを、まあ、出場者ももちろん、会場、まあ、MC とかそういった風に使っていくと、もっと面白いんじゃないかなと思います。特に、男性だけでね、靴磨きを広めようと思って難しいです。基本的には女性の、まあ、例えばご家庭にいるお母さんたちは、子供の、上履きとか小さい靴をいつも家で洗ってるんですね。結局、革靴っていうのは、まあ、大人が履くものではあるんですけど、人間、まあ、僕が知る限り大抵の人は、まあ、靴履いてます。うちのお店に来るお客さんも大抵は靴履いてるので、靴磨きっていうトータルで見ると革靴っていうイメージがあるんですけど、上履きもスリッパも本当にスニーカーもおじいちゃんが履いてるような靴もそういったのも全部靴なので、まあそういった気持ちを忘れないで大会とかをやっていけば、なんかね、尖っていくのはいいんですけど、尖っていくと、もともとこうやって尖ってた土台っていうのはこんだけあるんですね。自分の意見ですけど、尖っていくとここら辺の人置いてきぼりなんですよ。で、尖った状態で商売してもね、結局はね、生き残れる人少ないんですよ。なので女性が本当に会場、前回の大会も盛り上げてくれてたと思いますし、お前どの口が言ってるんだろう。僕は結構そういうところ見るのが好きなんですよ。大会でこうやって優勝するっていうことも大事ですけど、どういう運営してるかなとか、まあ受付とかそういった方はいたと思うんですけど、実際に参加するっていうのはどうしても男性の方の色が多かったと思うので、そこで女性の方多いなとか、いいんですよ。8人ぐらい予選の時に右と左女性が立ってただけ、それでも華やかだと思いますし、水着で立ってるっていうのも一つの方法かもしれませんが、女性のそのシューシャイナーさんとか、まあ大会運営とかすると多分男は燃えると思うんですよ。それだけ本当にポテンシャルがグッと上がると思うんですよ。いい格好したいですしね、誰でもかっこよくありたいというのはあるので、まあ最後は女性だな、その起用の仕方、女性ならではの華やかさ、こういったものをね、まあだから出場者も男性女性半々でもいいぐらいですよね。32-32とかで、まあ本当にいつかそういう時代が来てもいいと思いますので、まあ一つの意見として聞いていただけたらと思います。でもう全5回って思ったんですが、全6回いろいろ話してきましたけど、本当はねもっともっと下水話もあるんですけど、まあ一つの提案としてはこれぐらいがあるのかな。でも一番はやっぱり最、まあごめんなさい、一番最初に言ったのが一番言いたいことなんですよ。まあ最後は最後なんですけど、やっぱり部門、
一緒のことをやってて、だから全員が同じやり方で同じ時間で同じ方法でやる、これは一つの美徳でもあるんですけど、見てる方はしんどいんですよね。何が違うのかなと。作り上げられた靴は違う、それはもう分かってる。だけどなんかエンターテインメント性にも欠けるし、あと時間がものすごい長く感じて、やってた人は短いと思うんですけど、待ってる時間、人がこうやって磨いてるのをずーっと人のこの後頭部を見ながらこうやってね、これはね正直面白くないなと思ったんですよ。そこで部門を分けて声が出せるような応援とか、そういった部門をつけたらいいかなと思いました。で2番目が、選手を応援できるようにオッズとか予想、そういったもので応援したりとか、選手のやる気とか、あと観覧車とか見てる方がやっぱり俺の予想当たったやんとか、あのそういうもういいんですよ、馬連とか三連単とかやっちゃって、そういったもので、まあ、何かあの応援できるようなプログラムを作ったら面白いかなと思いました。3番目は何でしたっけ、ストーリーか、楽屋裏とかね、そういったやっぱりこっち見てる人の思いが入らないとなかなかね、そのただ単にボケーっと見てると残り 1,2,3 位っていう人は残るかもしれないですけど、それでダメだった50人以上の人がね、60人ぐらいの人がいるので、その人たちのストーリーとかそういったものがまた見れると、これはちょっとお金かかっちゃうかもしれないですけど、あの次の大会とかもね、リベンジだからリベンジじゃないですかって言葉が映えるんじゃないですかね。一回やられた、もう失敗したっていうのがリベンジですね。 4番目なんて言いましたっけ、4番目がもうね、ちょっと頭が働かなくなった。4番目が収益ですね。これはあの分かんないです、正直。いろんな方法があると思うんですけど、あの見てる人も参加できるような感じで収益が取れたらいいなと思いました。ここからもめちゃめちゃ早口になってきますよ。で 4.5 が専門用語、技の名前とかそういうシチュエーションの場面全てにおいていろんな名前を決めた方がいいと思います。半乾きだったらなんか生ドライとか、なんか光って今から光ってくるよっていう状況の時に、あ、こういうのどうですか、残り30秒でグワーッと追い込んでファイナルシャインみたいな、ファイナルシャイン入ったみたいなこと言えるじゃないですか、実況とかね、解説の方も。最後グダグダになりましたけど、オーナーですね。これはもうジローラモのオーナーをパクってるだけなんですけど、あ、山本貴弘さんですね、小田裕二のものまねをする。まあこんな感じでね、あの決してアンチではないです。あのリンクにもね、靴磨き選手権の YouTube 貼ってありますので、よくあのすごい方がいっぱい出てると思います。あのすごい方がすごいだけじゃ終わらないように、みんなで楽しめるようになったらいいなと思ってこの動画を撮りました。またなんか意見がありましたらね、また言ってください。自分も間違ってるとか思い込みで喋ってることもあるので、あ、その意見があればこれもできるなとか、あくまでも靴磨きの大会じゃない大会を見てちょっと思いついてるだけなんですよ。まあ、料理の大会とかね、さっき言ったフェスとかね、そういったものを頭に入れて、これだったらこうした方が楽しみやすいなとか、まあ、キッズとかね、K1 甲子園じゃないですけど、靴磨き甲子園とかやっても面白いかなと思います。まあ、それでは、ぜひ皆さんで盛り上げていけたらと思いますので、よろしくお願いします。本当に失礼しました。